皆さんこんばんは。ワールド大スター配信特番第4幕、司会進行ヒイラギノア役の森奈良子です。ストーリー原案高博、キャラクター原案ミカピカゾ、大人気クリエイタータッグがオールメディア展開で送る新ジャンル新感覚の大型ガールズプロジェクト、ワールド大スター、その新情報をお届けしてまいります。今夜このメンバーでお送りいたします。大鳥ココナ役、岩見真中さん。はい、皆さんこんばんは。大鳥ココナ役の岩見真中です。第4幕も楽しんでいけたらいいと思います。よろしくお願いします。続いて静香役、長谷川郁美さん。はい、皆さんこんばんは。静香役の長谷川郁美です。私も第4幕楽しんでいけたらいいなと思います。お願いします。続いてカトリナ・グリーベル役、天木サリーさん。はい、カトリナ・グリーベル役の天木サリーです。楽しんだ方がいいですか？楽しまないよりか楽しまない。楽しまないよりは楽しんだよりでいきたいと思います。よろしくお願いします。続いてレンジャクの初見役、葵かなさん。はい、皆さんこんばんは。レンジャクの初見役の葵かなです。流れをぶった切って1月ぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。続いて山村ひびくさん。はい、山村ひびくさん。みんな役名を言ってるからね、この流れで言っちゃいそうにリハーサルの時になっちゃったんですけど、今は言っちゃダメって言われたんで、山村ひびくです。よろしくお願いします。続いて吉岡麻也さん。はい、何の役でもない吉岡麻也です。どうぞ今日は初めまして、よろしくお願いします。はい、山村さん、吉岡さんはワールド大スターの関連番組には初登場ということで、この後担当するキャラクターの発表があります。どうぞお楽しみに。今夜は以上のメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。それでは早速、ワールド大スタープロジェクトの今ここをご案内してまいりましょう。テレビアニメとゲームアプリを同時展開するワールド大スタープロジェクト。テレビアニメは4月より好評放送中、ゲームアプリは2023年夏より配信予定です。まずはテレビアニメの今ここからご紹介してまいります。20世紀輝かしい演じ手大スターの出現によって、演劇は世界規模の大ブームとなり、あまたの役者たちは大スターを目指し、その頂点たるワールド大スターとなることを夢見ている。そんな世界観を舞台に、16歳の主人公大鳥ココナの夢と輝きに満ちた物語、ワールド大スター、現在東京 MX、MBS、BS11 他にて第8話までが放送されましたが、ここまでのお気に入りシーンについてお話を伺ってまいります。まずは第5話、願い事からこちらのシーン。これはどなたのお気に入りシーンですか？はい、天木です。そうですね、ここはあの八重ちゃんがそのカトリナと静香とココナで住んでいる部屋に、もうちょっとアラビアンナイトであの一緒になるからってことで一緒に住みに来たんですけど、じゃあちょっとなんか狭くなっちゃうから、カトリン借りてくわってパンナちゃんとサッスに連れてかれるんですけど、ここまで結構すっごいカトリナちゃんがツンツンしてて、そうだった、もう握手はしないわとか、なんかもう本当にそうなんです。なのに一番最初にこうやって助けを求めるのはココナって言って連れてかれてたのが、なんかもう尊くて尊くて、本当にあ、カトリナちゃんはココナとかにもう頼れるようになったんだ。そうなんです、すっごい大好きです。天木さん、ありがとうございます。じゃあ続いて第6話、誰も私を見ていないから、こちらのシーン、これはどなたのお気に入りシーンでしょうか？はい、長谷川でございます。ここはね、さっきのシーンと打って変わって、うん、ちょっとシリアスと言いますか。そうで、ちょっと静香的にはココナのお芝居にちょっと言いたいことがあって呼び出しつつで、しかもなんかその時の静香はもう言いたいことがあるから、でもココナはもう楽しくてしょうがない、だからこのなんかテンションの差っていうのもまたちょっと辛いし、やっぱこう聞き入れてくれないというか、なんか余計なこと言わないねみたいな感じのね、今すごく楽しく充実してやってるんだからみたいなところが、やっぱりこう今まで2人で二人三脚でやってきたのもあって、すごいちょっとここで心の距離が離れてしまったのがすごい辛いだったな。リアルだったよね、そういうことあるもんね。そうですね、なんか正論を言われたくないみたいな時があるから、そうそう、ここちょっとね辛かったなって思って、
ありがとうございます、はいはい、でお次は第7話自分を信じてからこちらのシーン、はい、これは、うん、あもうあはいネタバレしてしまいました。はい、私が選ばせていただいたシーンですね。なんかそういうちょっと前のタイトルでもありましたけど、誰も見てくれていないっていう、自分のお芝居ができていなかった、当たり障りない状態から、また静香ちゃんと一緒に歩んで、こうココナちゃんだけのアラジンができた、この劇中劇のシーンはすごい印象に残っていますね。やっぱりお芝居もガラッと変えたいなって思いながらやってましたし、一皮むけた感じの感じだよね。はい、すごい、すごいなんか大好きです。ナンバーも可愛くて、私もこのシーン大好きです。はい、続いて第8話ロミオとジュリエットからこちらのシーン、はい、これは私です。はい、私のお気に入りのシーンで、これ劇中劇でパンダがドレスの裾をちょっと踏んじゃってちょっとこうよろけちゃうんですけど、その瞬間にさすががセンスを発動して目をカッと開いて、もう次のカットではもうお姫様抱っこみたいなしてるんです。もうそうすごいかっこよくて、あスパダリってこういうことなんだとか、そう思って見てたんですけど、あそっか、ちょうどこの絵のさすががねちょっとね悪い顔してるんですよ。そうぜひなんかもう、あやばい、今までなんかポーっとしてて不思議キャラだったけど、なんだやるじゃんって思ってギャップがいるんですよね。一番すごいよね、さすがが本当にかっこいい、はい、なんでここは私のお気に入りというか、おすすめのシーンなんでぜひ見返してみてください。はい、そして第5話から第7話で描かれた劇団シリウスのアラビアンナイトがこの度演劇 PV として再編集されました。どんな仕上がりになっているのかご覧いただきましょう。どうぞ。君はこのランプから出てきた魔人なんだな。そうだよ。だったら特別に見せてあげるよ、オイラの力。ミュージックスタート。劇団シリウスアラビアンナイトの演劇 PV をご覧いただきました。かっこよかった、すごい鳥肌がなんか
か音楽もすごいなんかアラビアって感じ、素敵でしたね。めちゃくちゃ魔人の曲もいいです、ね、初めてですよね、アプリチームの皆さん、気がいかがでしたか。すごい可愛かったね。可愛かった。なんかあの魔人だったら私も願いを叶えてほしいなんか 瞳のなんか輝きがすごい見えるのがめちゃくちゃいいなって。演劇のやってる時の瞳みたいなのがすごい見えてよかった。すっごいぬるぬる動きますしね。そうですね、いい感じにまとまってて、はい、素敵な VTR でした。はい、そしていよいよ大詰めとなります。まもなく放送の第9話です。そのあらすじが届いております。夏休み、ココナはカトリナ、静香たちと様々な劇団を回りながら演技を磨いていた。この日も3人で出かけるはずだったが、突然カトリナの母にして現役ワールド大スターテレーゼが浅草にやってきたため、急遽彼女の観光案内をすることに。浅草巡りをしながらその輝きと人気を目の当たりにしたココナたちは、シリウスの劇場を訪れたテレーゼに演技を見せてほしいとお願いする。テレーゼが相手役に選んだのは、どうぞお楽しみに。以上、テレビアニメワールド大スターの今ここでした。はい、続いてゲームアプリの今ここをご紹介してまいります。可愛いキャラクターと音楽コンテンツの魅力を最大限に引き出すリズムゲームを主軸としたストーリープレイ、キャラクター育成のゲームアプリ、ワールド大スター夢のステラリウム。新たに発表となるキャラクターからご紹介してまいりましょう。ゲームアプリにはアニメに登場する劇団シリウスに加えて3つの劇団、総勢22人ものキャラクターが登場するんですが、本日はエデンから4名のキャラクターをご紹介いたします。CV を担当する皆さんにご紹介いただきましょう。まずは劇団エデン、連尺の初見について、これは第1幕ぶりでございます。お久しぶりです。はい、改めて蒼井かなさん、はい、お願いします。はい、改めまして連尺の初見役の蒼井かなです。前回の特番の時も、はい、初見で名前が読めない相変わらず初見ではどこまでが名字でどこからが連尺の初見です。覚えました。覚えてください、はい、私は iPhone にレって入れると連尺の初見って出るように登録しました。皆さんも登録してください、はい。前回もですね、気に入った女の子へのスキンシップが激しいっていうので、いや百合の枢軸なんですよみたいな話をしたんですけど、うん、あれからさらに収録を経て数ヶ月間、思った以上にやべえやつですやべえやつです。もう確かにそれはなんか我々からしてもそう思う、ね、ですよね、ですよね、とんでもない。でもなんかみんなにとんでもないのを超えて好きになってほしいなってめちゃくちゃ思ってるので好きになってくださいです。よろしくお願いします。私もちらっとね、台本もその読んでるんですけど、変だけどきっと好きになってもらえると思います。嬉しい、はい、皆さんお楽しみに。お願いします。連尺の初見のご紹介でした、はい。続いて同じくエデンからカラスモリ大黒について、こちらは VTR が届いております。どうぞ。皆さんこんばんは、カラスモリ大黒役のリンです。今回のワールド大スター配信特番第4幕には残念ながら参加できないのですけれども、本日私が演じるエデン所属のカラスモリ大黒が初解禁となります。わーい。ということで、私からカラスモリ大黒ちゃんの説明をしたいと思います。カラスモリ大黒ちゃんは13歳の中学2年生、暗い過去を持ち、そこで生まれた陰の心を芸の肥やしにして情感あふれる演技へと昇華させた。シリウスには因縁があり、中でもパンダには複雑な感情を抱いている。代表の初見に心酔というキャラクターです。演じさせていただいて、私が感じていることとしましては、ここまでなんですかね、ダウナーというか、もうその陰の、表現をする子には私は初めて会ったので、自分の中でもこう初めての挑戦というところがあるんですけれども、だけどなんか
別にただ暗いとかっていうことではなくて、もちろん内なるこう情熱みたいなものとか憧れ夢ってい こういう感情も持ってるので、そういったところのなんだろうな、パワーっていうものは皆様にも伝わったらいいなというふうに演じているんですけれども、まあ、とにかくなんだろう、もっともっと知りたくなるというか、彼女がこう成功していく、成長していく姿を皆さんも応援したくなるような、そんな女の子かなというふうに思いますので、ぜひぜひ楽しみにしててほしいなと思います。ということで、現在ゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムは事前登録受付中ですので、応援のほどよろしくお願いいたします。以上、烏森大黒役のリンでした。バイバーイ。はい、リンさんより烏森大黒をご紹介いただきました。なんかダウナー系っていうのがすごい、なんか初じゃない？そうそうそう、そうですよね。今まで全員じゃないんだけど何人か紹介していただいて、割と陽キャじゃないですか、明るい人が多いね、そっち寄りだったんで、すごく烏森大黒楽しみにしています。はい、続いて同じくエデンよりよろずいるるについて山村響さんお願いします。はい、やっと言えるそうですね、よろずいるる役をやらせていただきます、山村ひびくです。よろずいるるちゃんなんですけれども、高校3年生ですね。でエデンという劇団の子さんメンバーで、割と初期からいる、初見が入ってくる前とかからいる、キャラクターになりますね。でなので初見との付き合いも長いんですけど、めちゃくちゃ可愛い、もう現役ザ女子高生って感じでございますでしょう。でもね、見た目とは裏腹にね、本当に中身が親父っていうか結構ね、達観してる、なんかこう視点を持ったキャラクターで、結構エデンのみんなと過ごしてる時も割とみんなの面倒を見るような女の子だったり、あと、まあ、休みの日とかその時間が空いた時はおじさんたちと、ちょっと手にね、トランプとか麻雀牌とか持っていらっしゃる、ちょっとねあれが見えるんですけども、なんかちょっとおじさまたちとね、そういう遊びをしたりとか、なんかこう結構変なキャラですね。まだのばっかり変なキャラ、結構ね個性がね強めの劇団なんですけど、結構なんだろう、満点は取れないタイプって書いてありますけど、いろんな役をこうそつなくこなせる、結構ちょっとこの言葉が出てこないんだけど、できる人、器用貧乏じゃないけど、そうマルチにできるけど、でもこう何かこう突出するものがなくて、ちょっと悩んでる部分もあったりなかったりみたいな、そういうキャラクターですね。はい、いや、なんかおじさんと仲いいっていうね、これまた新しい要素で、はい、別に怪しい要素なんです。わかりました。そう、健全におじさんたちと楽しく遊んでる女の子です。すみません、変なこと言いました。すごい、よろずいるる楽しみにしています。ひびくさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて同じくエデンより筆島しぐれについて吉岡麻耶さんお願いします。はい、改めまして筆島しぐれ役の吉岡麻耶と申します。よろしくお願いします。ようこそ。はい、こちら筆島しぐれちゃん、見た目すごく可愛くって、なんか可愛らしいんですけど、これ代表してるセリフが分かる、こいつもこいつも三文役者と言っているように、小学5年生なのにもかかわらず、かなり上から目線で物事を見ておりまして、ちょっとエデンのメンバー癖強すぎるかもしれないですよ。癖強劇団、癖が強いかもしれないんですけど、かなりもうこの可愛い小悪魔みたいな見た目ですか、うん、悪魔です。小悪魔ちゃんじゃないぐらい強い個性を持っていて、とっても多分自分が結構何でもできちゃうタイプの子だったんじゃないかなと思うんですけど、それゆえにちょっとこう達観しているというか、
周りをちょっと目下に思ってるところがありまして、だけどそんなしぐれちゃんだけど初美さんにね出会うことにより、ちょっとこう展開してこのようなエデンという劇団に入ってどうなっていくのかなっていうキャラクターになってますね。唯一読めますね。あ、確かに確かに、ね、読みやすい。そうなんですよ。収録してる時も他のキャラクターの方が難しすぎて、ね、私よかったこの名前でも自分のこと呼ぶことないと思いこうやってなんかエデンのキャラ紹介聞いてると、やっぱ初見のカリスマ性というか、そうなんですよ、みんなやっぱこう初見がすごいみたいな。そうなんですよ。めちゃめちゃハードル上がりましたね。でもその話をしてて、音響監督さんとそっか。いやでもなんか小学生ということで、我々シリウスにも小学生の天才役者がいるんで、なんかそのね、なんか差っていうのもすごい楽しみです。確かに、はい、悩みもあったりもするかもしれない。こっちのエライちゃんは天使ですからね。こっちは確かに確かに天使見えたの。やばい、すごいな。ぜひぜひ楽しみにしていてください。筆島しぐれをご紹介いただきました。はい、はい、で彼女たちの所属する劇団エデンのキービジュアルが届いているそうです。こちらをご覧ください。わー、高いところにいますね。すごい高い。あんなにビルより高いよ。怖い。雰囲気がすごい。いいですね。ネオンの。ね、カイジが。カイジが歩くところ。リンゴ持ってる。リンゴ？ああ確かに。実のようなものを持ってる。エデンだから。ああ、エデンのようなものか。なるほど。エデンの水濠。禁断の果実を持ってる。これもう撮影してるともう人はもうドローンかなんかで、ね、これ具体的に鳥も入るからね。プル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 みたいな、風がみたいな。鳥もディティールの考察いらない。風がちょっと今強かったって思わないでって思ってる。厚みはあれた、なんか食べちゃってますね。かっこいいマークが足に。そういうことじゃない。本当だ。なんだろう、ますます興味深いキャラです。そうですね。ですね。あ、はい、じゃあ続いてさらにシリウスのキービジュアルも、シリウスのキービジュアルも届いているそうなので、こちらをご覧ください。おー、かわいい。宇宙館、やっぱすごい。やっぱ天使の劇団だ。衣装かわいい、ね、なんかちょっと軍服っぽいね。めちゃくちゃ素敵。それぞれね、ちょっとキャラクターに合わせたデザインになってる。手つないじゃってる。手つないじゃってる。カトリナと静香手つないでるじゃん。酔ってますね。ちょっとキービ新しいやつ見て興奮しちゃってる。嬉しくなっちゃって。シリウスはいつもこんな感じでやらせていただきます。かしましくて。かしましくて。今後ともよろしくお願いします。配信がますます楽しみになってきた夢捨てこと、ワールド大スター夢のステラリウム。ここでゲーム要素の解説をお願いいたします。はい、本作はワールド大スターを目指す少女たちが織りなすストーリーを軸に、4つの劇団のキャラクターが演じる演目、演目に付随する歌劇、それを背景にしたリズムゲームを楽しむことができるゲームアプリです。リズムゲームは初心者から上級者まで楽しめるように、複数の難易度を用意しています。ゲーム結果に応じて達成率を見ることができるので、自身の実力に応じた目標を楽しむことが可能です。またオートプレイはもちろんのこと、ライフがゼロになってもリズムゲームを続けることができるので、気軽に難しい譜面も練習できるようになっています。こだわりたい方向けに、好みに応じた豊富なオプション設定や細かく確認できる分析機能、パーフェクトの2段階判定などを用意。さらにオリジナルカバー楽曲を多数収録。今回は特別にカバー楽曲を一部お見せしています。すごい、知らなかったです。知らなかった。すごいね。すごい好きな曲が。私もなんか昔よく歌ってたやつとかね、ヒット曲ばっかりですけども、こちら以外にもですね、まだまだご用意しておりますので、リリースを楽しみにお待ちください。そしてまだまだあります。演目はアニメでおなじみの竹取物語やアラビアンナイトのストーリーを 3D で楽しむことができます。また超演劇時代ならでは
演劇だけではなく歌劇も楽しむことができます。フォト機能などもあるので自分だけのアルバムを作成することもできちゃいます。最後に、ゲームに出てくるキャラクターカードを初公開します。まず1枚目シリウスから。翼でかいね大天使虹に囲われてる。本当だ、すごい。星がすごい、でかいもん。プラネットが確かにめちゃくちゃすごい。はい、続きまして、はい、劇団電気から千住いろはちゃんです。おー、かわいい。雅ですな。めちゃくちゃかわいい。花畑の中にいる。和風だね。ね、こういうとこ行きたい。水の流れが。みんなにこういう庭とか。こういう場所行きたい。はい、そして、はい、本日キャラクター発表されました、エデンから筆島。やっぱりさ、これちょっと怖くなったね。あざといですね、これは。あざといですね、これは。気になるんですね、きっと。っていうことですね。すごい。いいな。絆創膏も可愛い。いろんなのいいですね。このやんちゃしたんだろうな。はい、ということでさらにですね、本日初公開のポスターイラストも届いているんですが、そちらはこの後ゲーム公式ツイッターで公開いたしますということでございます。また本日のゲーム内容は公式ツイッターで補足説明も行いますので、ぜひそちらのチェックもお願いします。はい、などなど見どころ満載となっております。ゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウム、通称夢ステは2023年夏に配信予定。アップストアでの予約注文、 Google プレイストアでの事前登録がスタートしております。詳しくはゲームアプリ公式サイトや公式ツイッターをご確認ください。さてこの後はワールドダイスター夢のステラリウムの実機プレイをかけた特別企画をお送りいたしますが、その前にこちら、5月6日の特番で情報が出ました劇団電気の劇団楽曲出会えエクスマキナのミュージックビデオをご覧ください。ゲームアプリ、あまりにも可愛くて出ちゃってるから、あまりにも可愛くて思わず言葉が、イエーイ、ありがとうございます。じゃあいきますね。ゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウム実機プレイ争奪ワールドダイフレーズ。はい、ワールドダイスター配信特番恒例なんです。チャレンジ企画なんです。今回は配信前のワールドダイスター夢のステラリウムをプレイする権利をかけたチャレンジとなります。今夜皆さんに挑戦いただくのはワールドダイフレーズ。テレビアニメに登場したセリフを異なるシチュエーションで演じるこのゲーム、どのシチュエーションかを当てた回答者と正解者を出した演技者にこちらのいつものやつです。はい、このワールドダイセンスを贈呈いたします。そうだよね、毎回思うもん。今まで一番、あ、でもなんか久々に出ましたよね、このセン
久々に。確かにお久しぶりかもしれない。より渋くなった柄がいろいろあるってことですか。柄ちょっと渋くなった、そんな気がしますね。なんかさ、みんなさ、なんか今日すごいディテールとかで柄っぽい。このセンスを最も多くゲットした方1名がまだ世に配信されていない夢のステラリウムを今夜プレイできます。はい、ではこれはもう見てればわかるので細かい説明は省いて早速参りましょう。はい、はい、じゃあ最初の演技者は葵さんです。はい、はい、はい、演じていただくフレーズはこちら。第1話夢見る少女よりヒイラギのフレーズ。皆さんがどんなセンスを持った役者か楽しみにしています。シチュエーションは次の4つです。 A とても楽しみにしている、 B 全く楽しみにしていない、 C 興味がない、 D 言わされている。うわ、難しい、難しい。では B と C とか、確かに B と C とか B、C、D みたいな、ね、ちょっとね、どこで差をつけるのかって。これ思ったんですけど、これアフレコでディレクションされてもすごい難しい。難しい、確かに、確かに試されてます。 A が出たらいいな、はい、そうですね、いいね。じゃあ、はい、青井さん、お手元のボックスからカードを1枚引いて、はい、見えないように気をつけてくださいね。演じるシチュエーションを決めてください。ついついみんなに見せちゃうから。楽しい、楽しい、もう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 楽しい、ゲームです。出た、出ました。はい、じゃあ出ました。準備はいいですか。ちょっと待ってください。あシンキングタイム、シンキングタイム、はい、はい、では青井さん、はい、ワールドダイフレーズ始め。皆さんが、どんな、センスを持った役者か楽しみにしています。すぐいきますよ。いろんな要素含んでるな、これ。これかな、はい、今のフレーズは A から D、 どのシチュエーションでしょうか。回答者の皆さん、お手元のカードでお答えください。それではフリップオープン。 D、 C、 分かれてる、2つに分かれてる。 D だよ、 D だよ、 D ですよね。 D、 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 興味ですそうな気がされてたよ。なんか読んでる感じしたし、どっちなんだろう、どっちなんだろう。じゃあということ で答えを聞いてみましょうか。はい、葵さん、正解は何でしょうか。じゃじゃん、 D でした。 D や、絶対無理だと思ってる。言わされて、言わされて、あ、違う、どれだ、 D、 言わされて、 D だ、そうだ、違った、ごめんなさい。言わされているでした。ということで、言わされてるってすごい上手だった。よかった、それしまいました。正解の葵さん、葵さんじゃないや、演技者の葵さんと正解の D の人、はいはいはい、サルちゃんと、はい、おーちゃん、田中ちゃん、戦争、ありがとうございます。戦争プレゼントします。やった、本当作るよ。またやるんだから。またやるの、作っちゃうよ。作っちゃうよ。じゃあどんどんいきますよ。はい、はい、続いての演技者は岩見さん。はい、はい、演じていただくフレーズはこちら、はい、夢見る少女より静かのフレーズ。ココナも慣れるよ、うん、私がしてみせる。シチュエーションは次の4つです、うん、A 本気でそう思っている、うん、B なんとか元気づけようとしている、C 無理かもしれないと思っている、うん、D 絶対無理だと思っている。なんか D だったらすごい思わせぶりですね。なんか私がしてみせるよって絶対無理だと思って試されている。言わないですよね。では岩見さん、お手元のボックスからカードを1枚引いてください。来ました、はい、確認します。はい、はい、わかりました。早い、早い、待ってちゃいけない。はい、いい、はい、では岩見さん、ワールド大フレーズ始め。ココナも慣れるよ、私がしてみせる。あ、これはこれ これはなるほど、これじゃないか、これはこれでしょう。私もそうだと思うな、うん、そうだと思う。なんか今まで言われる側だったんで、ねね、そうだ、ココナはね、そうだったもんね、うん、不思議な気持ちです。皆さん、答えは出ましたでしょうか。はい、はい、それではフリップオープン。じゃあねん、おー、満場一致、満場一致です。じゃあ岩見さん、正解は何でしょうか。はい、A です。おー、
でもちょっとなんか絵を見てほっとした自分がいました。そうですか、確かに本気でそう思っている、はい、あれ違ったらちょっと嫌だもんね。ということでこれは全員だ、全員で扇子を贈呈します。やったー、このスタジオに一体何枚の扇子が贈呈されるんだ。あそこにいらないけど。そうなんですよ、みんなに見えないけど、うん、波が来た。これは前回のやつ来ました。あ、本当だ。前回のキャラ、これ金の前回、あ、前回のキャラですよ。いいの、これ。すごい、そんなに重要だったんだ。じゃあ行きますよ、はい、続いての演技者は山村さん。はい、はい、山村さんへやってもらうお題はこちら。第1話、夢見る少女より八重のフレーズ。困っている人に手を差し伸べるのは当然のことです。それが世界平和につながるんですから、うん、でシチュエーションは次の4つです。 A 詐欺師B 悪の組織の親玉、C 革命軍のリーダー、 D 中二病の学生。難しい、これこれちょっと、これはさっきのより難しい、ね、これはかなり演技力が求められる。じゃあ聞いていただいて聞きました、はい、こっそり確認してください。あー、わかりました。お、はい、じゃあいいですか。はい、それでは山村さん、ワールドアイフレーズ始め。お、動きがついた。入っていますね、すごい。さすがだった。困っている人に手を差し伸べるのは絶対あるじゃん、当然のことです。それが世界平和につながるんですから。絶対そうだ。もう絶対あのセリフ言わずともあるじゃないか。すごい表現者だった。すごい、さすがです。どれかな、さすが劇団員です。さすがだ。これもなんか満場一致な気がするな。いいですか皆さん、はい、それではフリップオープン。じゃん、やっぱそうだよ、ね、これ B 中二病の学生ということなんですけれども、はい、響さん、はい、正解は何でしょうか。いやー、残念ながら D。 素晴らしいですね。これから全員表現者だ。終わりましたね。もう前段階で分からせていただけるっていう、さすがだなと思いました。足りなくなっちゃいそう。ありがとうございます。皆さん、白センスが、白センスが、果たしてセンスは足りるのだろうか。まだまだある。ありがとうございます。じゃあ次いきますね。続いての演技者は長谷川さん。はい、演じていただくフレーズはこちら。第2話、誰かの真似事よりパンダのフレーズ。シリウス1かわいいと噂の絶対美少女パンダちゃんとお風呂パーティーを決めませんか。大好き、はい、でシチュエーションは次の4つです。 A 本気度 30% 本気度 50%、C 本気度 10%、 D 150%。 毛色が変わった。今年だけなんか違うゲームだよ。なんかアプリの収録とかでこういうのがありそう。確かに写真見るの。そうなんですよ。あるある。なんか私だけ違うんだけど、なんか基準欲しいですね。基準が欲しい、軸が欲しい。難しい。じゃあこそっと確認してもらって。あ、危なく見るとこでした。危なく見るとこでした。そうね。あ、そういうことか。はい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 。じゃあいいですか。はい、それでは長谷川さん、ワールド大フレーズ始め。あ、シリウス1可愛いと噂の絶対美少女パンダちゃんとお風呂パーティー決めませんか。これ私割と、うん、いや、めっちゃクールなキャラ、なんかね、すごいな、シーンを言わないキャラで演じられたかもしれない。もしかしたらだとしたら割と高めな、ね、かもしれない、ね、ツンデレなキャラ。そういう考え方ね、演じられたかもしれない。違った違ったっぽいですけど、結構なんか書いてましたしね。ゴリ。じゃあ皆さん答えは出ましたでしょうか、はい、うん、それではフリップオープン。ってこと A、 30% の人が多くて、はい、50% の人が、はい、吉岡さん、あれ、あっ、違う、確かに、カリちゃん、カリちゃんです。ダメだ今日。じゃあ、はい、カリちゃん、本当は当てない、本当は当てないだから。吉岡ちゃん、変化状態。もっといきます。こらこらこら、違う、私の150がすごいのよ。私すごいのよ。ということで、じゃあ正解者を出した長谷川さんと当たった方にはセンスを、ありがとうございます。
素晴らしい。先生見れば。なんか、ありがとうございます。暫定1位の人がいっぱいいる気がする。そのパーセンテージのところはみんないっぱい持ってる。やったー、いっぱいだ。どうだろうな、でも50が、うん、多分一番ナチュラルかなと思ったんです。あ、なるほど、なるほど、なるほど。にするとちょっとその下かなっていう。ナチュラルでした。いつものハスミで。それがいつもの私だとしたら塩対応すぎて。確かに。心関係性がおかしく。仲良しってことが仲良しができるってことだよね。仲良し。そういうこと、そういうこと。長谷川さんありがとうございました。はい。続いて演技してもらうのは吉岡さんです。はい。はい、演じていただくお題はこちら。第3話初めての舞台よりカトリナのフレーズ、ちょっと今は稽古中よ、気が散るから変な音立てないで、シチュエーションは次の4つです、はい、A、 うわー、あ、同じテンションのやつだ、怒り 50% 難しい、 B、 80% C、 100% D、 120% うわーこれ難しい、じゃあ引いてもらって、はい、80から20が悩んでる、でもこれどれも難しそうだな、ね、じゃあどれぐらいだろう、はい、準備いいですか、はい、はい、それでは吉岡さん、ワールド大フレーズ始め、ちょっと今は稽古中よ、気が散るから変な音立てないで、うわ絶妙、うわ絶妙、これはお願い、いやどっちだろう、これかな、いやこれかな、これだな、はい、うん、はい、うん、みんな決まった、はい、じゃあフリップオープン、じゃん、お、お、また分かれた、これだ、みんな2つに分かれた、結構いました、結構怒ってる、うんうん、そうだったらもうちょっと低いかなっていう、うん、50だともうちょい、うん、なんかそっか、そうそうそう、あ、でも言うと50、なんか一番低くても50なので、うんうん、もうちょっとちゃんと怒ってた気がするけれど、うん、100ってほどではなかった気がして、なんで急にみんな吟味してた、吉岡さん、はい、正解は何でしょうか、正解はジャンピー、80%、結構怒ってらっしゃった、絶妙なさじ加減ですよね、難しい、そうですね、すごいセンスが足りた、ありがとうございます、よかった、足りてる、すごいセンスの数だ、ね、こんな人生でセンス一度に持つの初めて、今までの特番の中でこんなにセンスが持ったのが初めてだと思います、新しく買ってくださったんですか ね、 ね、貸してくれたんだろうね、きっと大変ってなってね、じゃあこれは最後になります、はいはい、最後の演技者は天城紗理さんです、はい、はい、シチュエーションは次の4つです、第3話、あ、これだ、第3話初めての舞台よりココナのフレーズ、私たちもっとお互いのことを知った方がいいと思うの、シチュエーションは次の4つです、 A、 もう少しで付き合うぞくらいのカップルの女性、楽しいそんな、 B、 B、 付き合いたてのカップルの女性、 C、 結婚3年目の女性、 D、 結婚25年目の女性、これは嬉しいな、これわかりました、じゃあサリちゃん引いてもらって、ドキドキ、ドキドキする、なんか一箇所年齢が違いそうですね、そう年齢感でも分かりました、確かに、はい、それを表現すればならない、はい、はい、でんでんでん、いいですか、じゃあ天城さん、うんうん、ワールド大フレーズ始め、はい、私たちもっとお互いのことを知った方がいいと思うのいや、もう可能性は、いやでも可能性は全部ある、可能性は全部ある、可能性は全部ある、そうだよ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 、いや、そうだよ、確かに、あ、そうだよね、A でもさ、そうそう、もう少しで付き合う、そうそう、ね、そう、あるあるある、確かに付き合い立てっていう可能性もありますし、ある、まあ、どんな人かは分かんないですけど、分かんない、80歳初婚かもしれない、そうそうそう、そうですよね、よくでも難しいんじゃない、これ難しいな、これ難しいな、これ、答えを選んでください、どうしたらいいんだ、これ何が正解なんだ、全部あるな、どうしよう、ちょうだいよ先生、ちょっと3つしかないな、全部あるな、これ全部ないな、本人は何よ、これにしたほうがいい、整いましたか、整いました、はい、ではフリップオープン、はい、はい、
攻めた攻めてるって言ってた。迷いました。いやだって見たいもん私。もう少しで。そう、もうおばあちゃんになってもやっぱ新しい出会い。確かに。そっか。そういうのやっぱねいいなと思って。でも見たいとかじゃないんですけどね。このゲームは。そういうゲームだ。はい。いやある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 。あり得る。ありますよ。サリーちゃん。答えをお願いします。答えは B よりの B でーす。びっくりした B って言われた B か大穴じゃん。付き合い方で結婚25周年正解者が出たのでサリーちゃんと、はい、引っ掛け問題だった。これは一番難問だったな。すごい。まあ演じてかすれちゃんだね。結婚25年目であの声も相当だいぶ万能だったんだな。はい、それではここで成績発表です。皆さん獲得した戦争を見せてください。はあ、ね、分かんないんだけど。みんな開いてる。ちょっとどう持ってばいいか。残像でやってちゃんとやって。ちゃんとやって。1、2、3、4、5、6。みんな自己申告が親切か。1、2、3、4、5、6、6、5、6、3、4。6の人、同じ数の人がいるので、じゃあ 6ある人はじゃんけんで。すごい、じゃんけん。3人もいるので。頑張るぞ。じゃあいい、ワールド大じゃんけん。ワールド大じゃんけん。整いました。最初はグーじゃんけんぽい。すごい、すごい。初見すごいな。さすがカリスマの初見だな。ということで優秀者は葵さんです。いやおめでとうございます。葵さんには配信前のゲームアプリワールドダイスター夢のスプライムに挑戦していただきます。普通に嬉しい。はい、ちなみにこれ現在収録されている楽曲はデモ用の一部になりまして、はい、実際に収録される楽曲数はもっとたくさんになるそうです。どうぞ楽しみにしていてください。はい、お、コーダが長いぞ。本気でやりたいんでね。ガチのやつですね。それでは葵さん、はい、準備はいいですか。大丈夫です、はい、じゃあプレイを始めてください。はい、画面が映った。お、見てください、かわいい。ココナが祈ってる。祈ってる。お祈りしてる。これは、あ、なんか後ろにみんなキャラがいますね。なんかね、さっき押していいとこと押しちゃいけないとこがあるって言われたから。そう、気をつけて。聞こ、公園、からの一人で遊ぶ。サークルですかね。サークル、サークルのところ。違う違う、メンバー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 も見てみていいらしいよ。あ、やえちゃん、やえちゃんかわいい。あとショップ、ショップ、ショップ、静かっぽい今の。あれ、ショップ、ダンドリちゃんと覚えてるんだよ。あ、パンダが出てきました。楽曲ショップなどなどいろいろあるんですよね。ホームに行っていただいて。ありがとうございます。これって道見て。あ、それだ、これバツ、バツ、バツ、バツ。アクシデントが、アクシデントが。じゃあ画面がこうやってね、スーってね、スーってヌルヌル、ヒョンヒョン、同じ場にいるっていう前。ポリポリ、ポリポリ。じゃあ公園に行きますね。はい、一人で遊ぶ公園。公園オーディションとかもあるんですね。結構いい。あ、曲が、これはココナだ。はい、ココナ、あのアラビアナイトですね。おー、これはオープニング。エンディングですね。あ、これ今日発表されたさっきの。あ、エクスマキナだ。めっちゃいろいろあるね。いろいろ。あ、これエイちゃんの。かわいい。本当もかわいいね。ね、かわいい。あ、さっきのこれね。これめっちゃ難しそうな。あ、これは今日は何をやる。今日は何をやろうかな。今日はですね、じゃあこれ、エンディングめっちゃ可愛いんで、これをやろうかなと思います。で、ここでなんか7とか16とかで難しさが、私はちょっと自信がないので7にします。一番ノーマル、ノーマルなやつ。では、いきます。頑張ってください。 OK。 あ、これエデンじゃない。エデン、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 エ
歌ってる2人も入れていただいて、ね、ありがとうございます。ちょうど歌ってる2人がやった。じゃあ挟んでますね。開演いきます。あ、まだまだあ、幕がこだわって、いやもう手汗がすごい緊張しますよね。始まる。ノーマル。でもこのシーンが、シーンがあーすごい綺麗。なんかスポットライトの感じがして、あ、すごい。これ多分私本気でやって無言になるので皆さん喋ってください。あ、短いやつは、ココナちゃんが今投げましたね、一瞬だけ、うん、ここが多いですね。すごい、すごい綺麗、なんかキラキラ、ね、ね、うん、エフェクトが、あ、作品が出てきた。めっちゃパーフェクト出てる、ね、すごい上手。曲が可愛い。携帯がブルブルするんですよ、なんかバイブで。あ、振動が。そう。あ、そうなんだ。ブルブルブルって。本当だよ、ワールドダイスターってキラキラ輝きみたいな。本当に星の輝きが。ゲームもすごいそれが出てる。多分この後ろの映像というか絵はやっぱ曲によって変わるんですよね。それも楽しみだよね。なんだ今クーオブアスって書いてあるかな。ねえ、あら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 、あ、増えた。本当だ。あー、あー、すごい。難しい。指が足りない。指の真ん中が足りない。両手押した。最後のキラキラのエフェクトが綺麗。あるんですね。なんかこうやって見るとね、なんか本当よくできてる。お、大きい。すごい。めちゃくちゃすごい。こうやって出るんだね。うん、ね。ね。でもなんかノーマルでも結構難しかったから、さらに上が3つあるってことですね。確かに。やり込める。やりがいがありますね。ガチ勢の方も楽しんでいただけそうな気がしました。あおいさん、ありがとうございました。はい、はい、ゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムは2023年夏に配信予定です。お楽しみに。はい、ということで以上ゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウム実機プレイ争奪ワールドダイフレンズでした。はい、それではここでワールドダイスターに関する最新情報のお知らせです。はい、テレビアニメワールドダイスターのブルーレイ第1巻が7月28日に発売いたします。キャラクターデザインまじろさん書き下ろし収納ボックスや私岩見真中と長谷川郁美さん森奈々子さん木の芽優監督が出演する第1話夢見る少女オーディオコメンタリーなど豪華仕様となっております。さらに11月12日に開催が決定しているライブイベントワールドダイスター劇団シリウス主催合同音楽公演 in 豊洲ピットワナビーアスターのチケット最速先行抽選申し込み券も特典として封入いたします。はい、そして第2巻ブルーレイですね、8月30日に発売です。まじろさん書き下ろし収納ボックスも公開しております。ブルーレイの内容や店舗購入特典ライブイベント内容については公式サイトをご確認ください。はい、そしてワールドダイスターの聖地浅草を堪能しちゃう企画浅草女子会の映像の第2回目が更新されました。映像の3回目は6月18日日曜日に公開予定です。また6月9日発売のニュータイプ7月号でも最後の連載が掲載されます。そして先ほど長谷川さんから告知があったブルーレイ第2巻の特典としてスペシャルエディション全編が収録されます。ぜひチェックしてください。はい、テレビアニメのオープニングテーマ「マナビスタ」とエンディングテーマ「さっきの曲ですよね」「クーボス」が収録された CD が発売中です。さらに劇中歌を1枚にまとめた CD とオリジナルサウンドトラックがそれぞれ6月28日に発売となります。詳細は公式サイトをご確認ください。はい、ジーズチャンネルでワールドダイスターのプロジェクトの連載が始まっております。本作のキャラクターの魅力をお届けするコーナーをはじめラルケ書き下ろしイラストに加えショートストーリーなど内容盛りだくさん、毎月10日頃、20日頃、30日頃、月3回更新予定です。
いよいよゲームキャラの紹介も始まっておりますので、はい、ぜひご覧ください。七富士さんによるコミカライズワールド大スターアンコールがアライブプラスにてただいま好評連載中です。コミックス第1巻が好評発売中です。こちらもお見逃しなく。ということでこちら実際に本物あります。おーグッズです。かわいい、中は見せてあげないんだ。ぜひ皆さん買ってみてくださいね。はい、そして、私岩見真中と長谷川郁美さんがメインパーソナリティを務めるウェブラジオワールド大スターラジオわらじが放送中です。文化放送超 A&G プラスでは毎週木曜日21時から、 BS11 公式 YouTube では毎週木曜日19時から放送を配信しております。ぜひご覧ください。バンダイスピリッツよりミカピカゾさんのイラストを使用した大判サイズのタペストリー全2種と、劇団シリウスメンバーの可愛いデフォルメイラストを使用したプチアクリルフィギュア全12種が6月より全国のナムコのお店ネットクレーンモールトルモにて登場いたします。本日は一足先にサンプルをお見せしちゃいますということで、すごいでっかいのとちっちゃいのが見えない見えないけど、いやでも本当すごいね、あのビジュアルまで出してたやつがでっかく、近くで見るためにはじゃあお楽しみってことで、確かにそういうことですね、ぜひ撮ってもらってね。はい、詳細は公式サイトのプロダクトページをご確認ください。はい、そしてテレビアニメは東京 MX、NBS、BS11 他にて放送中。ゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムは2023年夏配信予定です。どうぞお楽しみに。さてお送りしてまいりましたワールド大スター配信特番第4幕、最後に番組をご覧の皆さんにご挨拶させていただきたいと思います。僭越ながら私から失礼いたします。改めまして柊ノア役の森七菜子です。テレビアニメの方は間もなく第9話ワールド大スターが放送とのことなんですけれども、これあの監督の木の芽監督もツイッターでおっしゃってたんですけど、最終回ではございません。ちょっとねタイトルが、ね、タイトルがドキッとするけど、これからどん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 すごいことが、本当にすごいことが起きるので、そちらの方を楽しみにしていてください。そして恒例のアプリのキャラクターの声優の皆さんにもお越しいただいて、ニューキャラクターの概要だったりとか個性だったりとかがお届けできたと思うんですけど、声を当ててらっしゃる声優さんのなんか新たな一面とかすごい貴重な一面を見れて、私もすごい楽しかったです、皆さんきっと楽しんでいただけたと思います。もう夏配信予定ということなので、そちらの方ももうちょっと待っててください。はい、ワールド大スターアニメとアプリも今後ともよろしくお願いします。配信をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。はい、改めまして、筆島しぐれ役の吉岡麻耶です。本日はご視聴誠にありがとうございます。そして初めましてなんですけど、もうエデンの皆さんと会えたこともシリウスの皆さんと会えたことも皆さんと会えたことも本当に嬉しくって、収録してる時は一人ぼっちで大体撮ることが多いので、こうして皆さんとお会いできて、なんかもっと役に色がつきそうだなって、今後も楽しみだなって思ってますので、ぜひアニメそして私たちエデンも活躍するアプリゲーム楽しんでもらえたらと思います。あと散々悪魔悪魔って言ってしぐれちゃんに申し訳ないなって気がしてきたので、しぐれちゃん本当可愛くてとてもいい子なので、それがある上での悪魔なのでぜひねしぐれちゃんも実装したら楽しんでみてください。本日はありがとうございました。はい、よろずいるる役の山村ひびくです。本日はご覧いただきましてありがとうございました。ワールド大スターの、コンテンツの番組に出演をさせていただくのは初めてでしたが、なんかこのメンバーでいろいろねわちゃわちゃおしゃべりさせていただいたのがなんかこう初めてじゃない感っていうかそう結構リラックスしてなんか楽しめることができたので、すごく良かった
ったななんて思ってますし、さっき吉岡さんが言ってたように本当に収録の時は本当に一人での収録が多かったし、他のキャラクターがどういう声を、ね、出していてっていうのも分からなかったので、なんか本当にあ、実際の初見の役の方がしぐれの人がみたいな、で他のシリウスの人たちがみたいなのが今日は目視できて感じることができて本当に嬉しかったです。私が演じるイルルもですね、ゲームが実装されましたら、どんな個性の強いキャラクターなのかが分かると思うかと思いますので、ぜひゲームの方も応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、そして、改めまして連尺の初見役の青井かなです。そうなんです、私もすごいシリウスがもう1月の時に羨ましくて、もう皆さんアニメも一緒に撮ってらしたし、ね、ラジオやられてたり映像撮られてたりで、イベントもすでにされてたので、うん、シリウス仲良さそうで羨ましい私はまだ誰とも会ったことがないのにってすごい思ってたんですけど、なので今日すごいもうお二人に会えるのをすごい楽しみにしてきて、ようやく会えたねって思ってますで、そうなんです、すごいかっこいい、さっきのキービジュ見ていただいた通り、すごいかっこいいテイストの大人な感じのエデンなんですけど、実は我々さっき控え室でオカメインコの動画を3人で見ててなんですごいほわんとした感じで今日を迎えられて、なのでこれからもっともっと仲良くなっていってエデンとして結束力を持っていけたらいいなって私は思ってるんですけど、仲良くしてくれるでしょうか。もちろんです人見知りなんで時間かかると思います。はい、ということで本当にエデンもこれからますますいろんな魅力を皆さんにお伝えできるように我々も頑張ろうと思いますので、ぜひゲームがプレイできるようになったらエデンのことも何卒ご贔屓によろしくお願いいたしますと思っております。はい、以上ですはい、カタリナクリーベル役天木サリーです。本日はご覧いただき本当にありがとうございました。本当に劇団エデンはじめゲームに出てくる劇団の方々みんなキャラが本当に濃くて、もうシリウスも負けないようにこれからも頑張りたいなって思いますし、そんな今シリアスじゃないシリウスがシリアスにすごくやってます。アニメの方も本当ここから本当にさっき森さんも言ってましたけど、もうすごいんだからって感じなので、もう最後までぜひ皆さん応援のほどどうぞよろしくお願いします。ゲームも夏配信になりますので皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、改めまして静香役の長谷川郁美です。いや、この番組ももう毎月ねやらせていただいてますけど、本当前回ぐらいからこうなんだろう、新情報の量というか、それこそやっぱ新しいキービジュアルが出たりだとか、ね、歌って踊ってる映像が出たりとか、本当にまあ、私も関わってる人間ですけど、ここでやっぱ初めて見るものがたくさんあるので、本当にいつもワクワクしながら今日の新情報なんだろうな、何見れるんだろうなと思いながら参加させていただいておりまして、やっぱそれを見るたびに、あ、ゲーム楽しみっていう気持ちがすっごく高まる中で、アニメの方はもうすぐこう終盤に入っていくという、これちょっと寂しさ、そっちはちょっと寂しさもありながら、でも本当に、まあ、今週、明日か、そう、放送の話数もね、テレーゼさん、わお、わおですよ、ワールド大スターの、ね、そういう展開もあったりだとか、私的にはその後に控える話数で本当に死になるみたいな話数もねございますので、まあ、もうすぐ終盤折りもね近づいていますが、もうここからさらに期待してもらって大丈夫ですので、ぜひゲームもアニメも楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。はい、改めまして大谷ここな役の岩見真中です。本日は配信見てくださりありがとうございました。本当なんだろう、すべてを言ってくださって一番最後なんだよね、本当なんだろう、もう本当
伝えることはないぐらいのなんですけど、やっぱりエデンの皆様が初めて顔を合わせるという現場に、うん、いられたっていう、そういう嬉しい気持ちと、あとなんか初めてぐらいちゃんと役者のゲームでしたね。確かに。いつもはもっとなんか無茶振り企画とか、そうだね。そうなんです。そういうのが多いので、なんかこういうちゃんとしたゲームだったんですけど、なんかレンズ。なんかこういうなんだろう、私たちのなんだろう、うん、本業でゲームができたっていうのもすごい楽しかったですし、本当にゲームを実際にプレイできたっていうのもそうですし。アニメですね、私たちはアニメ班なので、うん、これからクライマックスに進んでいきますけど、本当にもう何が何でって見てほしいって本当に素晴らしい展開が待ち受けておりますので、うんうん、どうぞ皆様本当に見逃さずに最後までお付き合いいただけていたらいいと思いますし、その後ゲームの方も、プレイしていただけたら嬉しいなと思います。本日はありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、これからも何とぞワールド大スターをよろしくお願いいたします。本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。